7月26日に開幕したパリ五輪は、3日の第9日を終えて折り返し地点を迎えた、世界中から約1万人のアスリートが集った夢舞台、ほんの一握りの勝者と多くの敗者が生まれ、疑惑や不可解な判定も大きな話題となっている、大会前半を終えた今、美しき敗者によるスポーツマンシップにあふれる言葉、新揺さぶる言葉を紹介したい。 下向き黒三角柔道、長山隆二、オリンピックの舞台で彼と全力で戦えたことを幸せに思います。誰が何と言おうと私たちは柔道ファミリーです。準々決勝でガリゴスに締め技をかけられた状態で、待て、がかかったにもかかわらず、そこからも締められて失神一本負け、不可解な判定にガリゴスにも SNS などで批判の声が飛んだ。下向き黒三角体操、橋本大輝、彼が怪我をして、 ここまで乗り越えて彼の努力と諦めなかった強さに、本当に僕も感動した。個人総合6位で連覇ならず、金メダルを獲得したのは、大怪我を乗り越えたお岡慎の助だった。下向き黒三角競泳、池江り花子、最後は勝負の世界なので、勝てなきゃ意味ないですし。また4年後、リベンジしに帰ってきたい。白血病を乗り越え、 2大会ぶりの個人種目となった 100m バタフライで予選落ち下向き黒三角競泳大橋悠依苦しいことの方が多かったけどここまでたどり着くことができて自分自身の選んだ道を誇らしく思う 200m 個人メドレーで連覇に届かず下向き黒三角バドミントン山口茜何よりたくさんの人の声援が聞こえて幸せな時間だったなと思います 五輪三大会を通して結果が全てではないということ、それ以外のことをたくさん感じられたのかなと思います。三大会連続でシングルス準々決勝で敗れる。海外ではこんな選手も、下向き黒三角卓球、大粗筋、ラケットの影響で負けたわけではない。彼が強かったからだ、シングルス2回戦前日にラケットが折られる悲劇、予備のラケットで戦ったが、敗れた。